強い殺意。おはようございます。何か足りないのでしょうか。お待ちください。先ほどのロストから血影が一つ、それもこの血影どこか
懐かしい感じがするのです。この血液にどのような記憶が刻まれているのか見せてはいただけないでしょうか。私の中で化け物が育ってきているのがわかる。勝てるのかな、この化け物に。逃げたくない、逃げちゃいけない。私が戦わなきゃ。せめて罪滅ぼしにできるのなら、苦しむ人を支えてあげて、それで少しでも苦しみを和らげられるのなら。彼女もまたもがきながら戦っていたんですね。クイーンとして渇きに苦しむレブナントを救うために、私もあなたの力になりたい。あなたが一人で苦しまないように、これからもあなたを支え続けていきたい。それが私の使命なのですから。
敵意を感じます。お待ちください。真相の地図、デイビスが求めていたものですね。いい、参ります。あなたを初めて見つけた時、なぜか心が温かくなったのです。あの時はその理由が分かりませんでしたが、あなたには人の心に安らぎを与える不思議な力がある。今はそう思います。血を奪うね。禍々しいです。木の根が遺体を取り込んで、調子はどう？こういうのも昔一人で頑張り、本当な。おお、プロテインはシルバー。いや、まあ思うぞ。最後、それが私の血影に気づ、あなた一人でどうしたの？わかりま、どうした？こんなところで倒れるわけにはいかないのです。継承者様を探さなくては、お守りしなくてはならないのです。ですから、どうか。継承者、寄り添うべき継承者にたどり着くことなく、こうして灰になってしまった伴侶も少なくないのでしょう。私も一つ間違えれば同じ運命をたどっているところでした。使命のためにまっすぐに生きることしかできなかった。他の道を行けば生き延びられたかもしれないのに。どうした？行かれるのですね。戦の、どの吸血ガスを強化したい？
どの武器を強化したい？無事を祈ってる。本当、今確認できている真相はこれだけだ。深追いは禁物だ。今日もよろしくお願いします。狭くて見通しが悪いですね。この先に敵の気配が。道が分かれていますね。気をつけて。さあ、あれは何でしょう。どこで使えるのでしょうか。
気分はいかがですか？この先に何かいるようです。何かが近くに。Fuck!
つりしてしまって。この先に何かいるようです。大事なものですね。貴重なものを手に入れましたね。いいものでしたか。ロストがいます。注意を。何かありますね。血類の不法所持の報告を受けて、他の仲間たちと一緒に私はレブナント。あれを。おはようございます。何か足りないのでしょうか。この先に敵の気配が。近くにロストが。さあ、勝つ方法はきっとあります。使わせてもらいましょう。
狭い場所から出られました。敵を見つけました。あれは何でしょう。素敵なものが入ってるといいですね。させてもらいましょう。どうか後悔のないよう。どこで使えるのでしょうか。あれは。今参ります。
いかがですか？私との探索は。道を選ばなくてはならないようです。空が近づいているよ。お待ちください。
お前たちのその様子。そうか、守り手たちはすでに手遅れだったか。この塔はもともとある継承者が総督府内のシルバ様を守るために作った棺でな。継承者が力尽き、主が不在となった後、我々が一丸となって棺を守護してきたのだ。しかし門を守っていた同志らさえ御堂の手にかかってしまった今、この塔を守護する者を新たに探さねばならぬ。